スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はグディソンパークです。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。エミレーツ FA カップノックアウトラウンドとなるこの一戦、エバートンがクイーンズパークレンジャーズを迎え撃ちます。このセカンドレグ、大方の予想ではホームチームが有利と見られているでしょう。アウェーチームはむしろ開き直って戦うと思わぬ結果を生み出すかもしれません。どんな展開が待っているのか期待して見ていきましょう。こちらがエバートンの先発メンバーです。福西さん、4-3-3のフォーメーションでしょうか。はい、攻守ともにバランスの取れたフォーメーションになります。縦の突破力を生かしたプレーが見られるかもしれませんね。こちらがクイーンズパークレンジャーズの先発メンバーです。福西さん、5-3-2のフォーメーションでしょうか。はい、ファイブバックで守備重視の形です。ボールをカウンターで奪ってからうまく攻撃を仕掛けたいですね。このグリソンパークはアンフィールドのすぐ近くにあるスタジアムです。イングランド初のサッカー専用スタジアムとして知られています。やはり専用スタジアムならではの良さがありますね。ルーズボールです。ボールはどっちだ。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。走り込んだ味方にスルーパス、コーナーに逃れます。ボールはゴール前へ。ここはディフェンスがクリア。クロスはブロックされました。ダルビン・ヌニエス、クロスを中央に入れた。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。注目はやはりこの選手ですね。サポーターも素晴らしいプレーを期待していることでしょう。この前の2点はお見事でしたね。今日は徹底的にマークされると思います。これは裏へ出してきました。先制です。試合序盤に相手をリードしました。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。アンドレ・グレイ、高い位置でインターセプトします。シュートを通さない。コーナーから中へ。ここは頭で合わすも枠には行きません。ディフェンスのチェックが効いています。デマレイ・グレイ、さあどうする。ディフェンスボールを奪います。ダン、
ここからどうするのか。マイケル・キーン、エバートンがフリーキックを獲得しました。レフェリーカードは出しません。注意で済みました。お互いヒートアップしてきてますね。クロスを狙いそうですが、しかしディフェンスが阻止します。これはいいタックルです。ボールをダッシュしました。ディフェンダーのインターセプト。ここでなんとかボールに寄せてきました。相手に押し込まれている状況が続いています。隙を伺います。キーパーが見事にセーブしました。これはあるか。ボールをクリアしています。ここから狙うのか。守備側の選手に当たったのでコーナーキックになります。中に入れた。このコーナーはゴールキーパーが抑えます。相手ボールになりました。チャンスにできるか。ここでうまく対処します。狙える位置です。入れば同点となります。見事なタックル。ボールを取り返しました。攻守が入れ替わります。ダン、アンドレ・グレイ。ボールを運びゴールに襲いかかります。パスを返します。同点ゴールか。強烈な一撃でしたがキーパーの反応がそれを上回りました。ボールを入れました。絶好のチャンス。ゴールキックから再開です。ちょっと残念な攻撃でした。福西さん、これまでもいろいろな移籍の話が持ち上がっていましたが、ついに正式に決まりましたね。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。もう10分以上アウェーチームの攻撃が続いています。自分たちのサッカーを存分に展開していますね。これならいずれ同点に追いつくでしょう。中を確認したい。ボールをクリアしました。コーナーキックになります。このコーナーは誰に蹴るか。ここはクリアします。力強いタックルです。前半が終了しました。スコアは1対0。1点のリードでハーフタイムを迎えます。前半この選手のプレーがよく効いていました。ゲームをリードするゴールを決め前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。残るは45分、後半戦キックオフです。ここはディフェンスが対応します。ダルビン・ヌニエス、アンドレ・ゴメス、EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、エバートンが次に対戦するのはノリッチシティです。
どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。思い切って打てるか。ゴール！エバートン決めました。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。いいところへ出しました。ゴール！ここでさらに追加点。ついに3点差です。リプレイを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。一方的な試合となってしまいました。ジェフ・ヘンドリック、これはゴールキックになります。この選手ここまでは素晴らしい活躍ですね。なかなかのものです。この選手のプレーがひときわ目立っていますね。チームメイトからすればこういう選手がいると勇気づけられると同時に自分も頑張らなきゃって気になりますよね。デイビス、これはいけそうだ。タックルでボールを取り返した。グラウンダーのパスの先に、には受ける味方がいませんでした。相手のスローインです。デルフ、このパスはカットされました。中に入れたいところです。マークを振り切った。ここしかない。ゴール！これで点差が縮まりました。まだまだ苦しい展開ですが選手も頑張っています。同点もありえますよ。ペナルティーエリア内で相手がフィニッシュに至るまでの時間は与えすぎです。人数が足りなかったわけでもないので、ああいう場面ではもっと早めに潰さないといけません。これはよく追いつきました。ここからチャンスを伺います。深くえぐってマイナスに出す。中の選手にクロスを入れた。あっとこれは危ない。クリアミスです。さあここで一気に仕掛けられるか。
これは打つしかない。あっとシュートはわずかに枠の外へ。今のはお手本のようなカウンターでしたね。惜しいフィニッシュでした。どうやらベンチに動きがあるようです。このミスは痛い。相手にパスを出しました。敵陣へボールを運ぶ。このパスは合いません。キーパーに渡りそうです。ボールはラインを割りました。ゴールキックになります。エバートンが選手を交代します。ダン、ここはよくスペースが見えていました。この攻撃は実を結びません。ここでボールを取り返しました。アンドレ・グレイ、ここはサイドに空いたスペースを使ってきました。うまくかわしました。このボールは直接相手の選手へ。ドリブルで運びます。ファーポストにクロスを入れた。これはクリアが小さいか。まだ危険は去っていません。ここはなんとかしのぎ切りましたね。裏までしっかり見えています。このプレーはチャンスにつながりません。ロンドン、ここで打てるか。これはキーパーのファインセーブ。決定機を阻止しました。目の前で打たれたシュートでしたが、素晴らしい反応ですね。スーパーセーブです。ヘディングを止めた。今ので入りませんか。キーパーを褒める。素晴らしいヘディング。このゴールは嬉しいでしょう。監督と一緒に盛り上がっています。リプレイを見てみましょう。コーナーキックをしっかり合わせてきました。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。試合終了です。大歓声のサポーターの前でホームチームが次のラウンドへの進出を果たしました。いやー、圧巻のパフォーマンスでしたね。チームは相手を終始圧倒していました。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも現れています。これなら自信を持って次のラウンドに進めますね。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけ